はい、こんにちは、矢田部です。今日はですね、視野を広げるトレーニングをやろうと思います。視野っていうと、普通に考えたら、前をこうやって見たところ、まあ手で言うと、だいたいこれぐらいのはずなんですよ。これを、もっとこの辺まで広げたい。この辺まで広げたいんですね。背後の景色というか、この後ろのイメージを補完していきたいんですけど、これのやり方を少しやってみたいと思います。まあ簡単にやってみるのは、1個、一番簡単なのは、これ、ボール後ろからひょいって投げて見つける。ひょいって投げて、はい。いろんな角度。おぉ、こうやって失敗すると思うんだけど、まずは背後にあるボールの気配を感じるってところから始めるんですね。目が見えるはずはないんですよ。ただ、この気配、ボールのこの感じを、やっぱり、危ない。ね。感じようとするっていうのはすごく大事で、気配。ね、今俺見えてないですよ。あ、難しい。こういった部分。で、じゃあ北さんやってみようよ。今のやってみて、自分で。ちょっと面白いじゃん、ポンコツじゃん。いいよ。できないの？できないっすね。待って、やり方から？これ。前に体倒しすぎだよ。おう。おう、それ取る。ちょっと、こういうケースもあります。自分では練習。サッカーじゃない。ね。まずはこういった練習。じゃあ次ですよ。じゃあ北さん、ここで、向こう向いて、ボールを投げるから、避けて、前だから、ここ狙います。おお、ほら、避けるでしょ？もう一回。すごくないですか？なんで避けられるの？いや、これは勘ですわ。勘なんだよ、うん、その勘が大事なの。でも、はい、ボールが来た瞬間わかるでしょ、はい、もう一回いきますよ。まだまだ、おお、なんで今逆やったらわかんの？勘ですわ。ここでね、いいよ。ちょっと早かったけど、ここなんだよな。これ、なぜ避けられるのかってところよ。勘って言ってるけど、勘なはずない。なんか見えとる感じですね、ダメだ。おぉ。投げるの、食うのかな。おぉ、うまかった。めっちゃいいタイミング。北さんもうまかったよね。北さん超うまかったよね。おぉ。あとで見よう。もう一回行こうか。すごいね。まあこういうこともあるよ。はい。オッケー。だから、これなんで避けられるかっていうと、種明かし。種明かし教え。言わない。ひどい。いや、でも、今まあ、ヒントとしては、北さんがまず構えたってところ。構えた時に、もうこうやって来るって投げ方をちゃんと分かってるじゃない。はい。下手投げ。っていうことは、そのリズムまでちゃんとイメージすること。はい。それができるかどうか。あとは今日、音使ってないです。まあ、わかる人はわかるでしょう。これまず練習してみてほしいと思います。
ちゃんとバンって投げても避けられるようになります、はい、まずこれをやって気配を察知していく意識を持つことで後ろのこの辺の景色っていうのはだんだん見えてくる。なのでこれはぜひ練習でやってみてほしいと思います。ということでチャンネル登録お願いします。